FEC 状態図電子顕微鏡で拡大したパーライト結晶組織の変化パーライトとは鋼の組織の一種であり FEC 状態図において C コール0.77質量パーセントにおけるオーステナイト領域から温度摂取727度以下へと除霊した時に生ずる強積組織である非常に薄い板状のフェライトとセメンタイトが交互に並んだ状態で積出する 強積反応によって形成された相乗の組織である。その厚さは、冷却速度が速いほど薄くなる。また、冷却速度が極めて速いと、マルテンサイトや残留を捨てないととなる。光沢が真珠に似ているため、パーライトと称される。イギリスの顕微鏡学者、ヘンリー・ソ備ビーにより命名された。金属組織学上では、強積症と呼ばれる。組織全てが、 パーライトのみでできた鋼を、強石鉱という。現在ではあまり使用されないが、波打ち材の砂模様に似た組織であることから、日本の夜勤学者、本田光太郎による波ライドという漢字の当て字がある。強石鉱より、炭素量が少ないものを悪強石鉱、多いものを過強石鉱と呼ぶ。柔らかいフェライトと、硬いセメンタイトの割合変化によって、鉱材としての性質が変化する。 ABC o 枠茂雄、熱処理のお話、日本企画協会、2006年、訂正版、59ページ。ISBN4 から542901084。ABC 図解入門現場で役立つ、金属材料の基本と、仕組み P121。ありがとうございます。